こんにちは。皆さん。ダサリップ塗るっていう。こんばんは。こんばんはしか言ってないこんにちはですね。やっほーみんな。リップかわいい、ありがとうございます。今日はね、ちょっとね、もう少しでね、ローマバナがね、 あと5日でね、終わっちゃうということで、あのちょっとそれのね、ショールームをしようかなと思って。そう、あとね、5日しかないんですけど、皆さんぜひ私のね、ギルドに入ってくださったら嬉しいです。そう、まだね、全然大丈夫だから、ぜひ興味持ってくださった方、ギルドに加入してくれると嬉しいです。白レベル今20です。そう、たくさんまだ待ってるんで、皆さんぜひ私のお家に来てくれると嬉しいです。そう、あと5日しかないからね、もう諦めると思ってる方も多分いると思うんだけど、全然ほんと5日とかマジ余裕そう、れいちゃんはね、あのローマバーお家って言ってんねん、れいちゃんのギルド、ホームだから。ぜひぜひ。そう、あと5日だから、ちょっとやりたいなと思ってローマバ配信やってます。こんばんは。まだやってない人とかやるのかな、ローマバ。結構難しいから諦めちゃうって方もいるよね、多分。全然レイニャンチ来て、いつでもウェルカム。そう、お家なの、レイちゃんの本当にホームなんで、ぜひこんばんは。全然読めてた。白がお城がお家ってことはお姫様ですね。そうだよお家のリーダーみたいなそんな感じです。こんばんは。こんばんは。危な、目に入るとこやった。そう、パワー頑張ってあげちゅう。やばい、今日雨だったから湿気が普通にやばい。本当にさ、梅雨入ってるからさ、雨がやばすぎて本当に苗なんですけど、苗ね。皆さん今じゃ変わっちゃうけど、話 いくつですか、お城レベルちゃん。初めましてやばいこんばんは。こんばんはっていっぱい、こんばんは。25、すごっ。
どうやってそこまで行くん？え？本当に無理なんですけど。え、全然行かない。マジで頑張ってるのに本当に行かない。どうしてですか？課金してるか？25目指し最後の追い込み中です。そうなんや。24今で、すごい本当に。私もね、20なんですよね。私20の言い方嫌やったね。私20なんですよ、まだ20。ちょっとやばい。ちょっと触れんとくわ。触れんときません。こんばんは。もちろん。そう、あと5日だからね。え、でも本当に全然5日とかマジ余裕、マジ余裕すぎてやばい。ので皆さんぜひ、多分まだ始めてないって方多いよね。なんでぜひね、来てくださると嬉しいです。さ、埋めてなかった。こんばんは。こんばんは。あ、かわいいって、ありがとう。大丈夫。でもね、今日はね、すっぴんではないの。本当にしてる？してる？してないか、あれしてる？みたいなメイクにしました。本当にナチュラル。もう本当、アイラインも超薄くて、涙袋シュッて線描いてだけなんですけどっていう感じの、だからすっぴんではないって感じですね。こんばんは。ごめんなさい。こんばんは。こんばんは。ナチュラルでもうしなくてもきっと可愛いからって、ありがとう。そうかな。何回かすっぴん配信あるんだけど、ちょっと恥ずかしいんで軽くしました。なんかローモバさ、あれだよね、なんかこうやりながら配信したかったんだけど、そのなんかあのやるにはさ、あの2個必要じゃん、端末が、端末が。そうだから、ちょっと無理かなと思って。できてないんですけど、やりたいよね。でもやっぱりローマ配信しながらショールームみたいな、実際やりながらみんな見てるみたいな。やりたいかもっていう気持ちはあるんですけど。確かにお下がりね、お下がり、え、お下がりな、全部使えなくなってるかもしれないし、そう、どうなんですかね。多分ないんだよね、端末が。だからできないんだよね、2個がなくて。ローマ白燃やされてる今。やば、レイちゃんバリア外れちゃった、やばい。確かに Wi-Fi あればできるね。でもないんだよね、多分携帯が。なかった気がする。唯一あんのが、あの学校の iPad。 そう、だから多分なんかすっごい指定みたいな、なんていうの、ブロックとかかけられてるから、多分アプリ入れられないんだよね。アプリ入れられない気がする。学校のやめとか、そう、学校のしかなくて、多分なんかかかってんだよね、規制みたいなのが。だから多分アプリが入れられないはず。そう、え、さすがに学校なって感じだよね。え、そう、今時の学校大体 iPad あるらしい。
あるらしいみたいな、あります、私の学校は。お母さん、お母さんね、確かにな、確かに。お母さん、だから、お母さんもしやってる途中になんか通知とか来たら来ますよね。やっぱそうだよね、学校で iPad、 そうだよね、そう、結構多いらしい今は iPad で学ぶ学校。私あ中学の時もあったもん、なんかもら、なんかもらうとかじゃなくて、なんかそのなんて言えばいいやろ、こう学校からなんて言えばいい、貸してもらってるパソコンみたいなのあった中学校の時だから、も自分のものではないけど、こう自分用のパソコンがあるみたいながありました。何この猫、え、かわいい、なんか歌ってんだけど、え、何これ、かわいい、たくさんいたよ、なんか横に。こんばんは、目が乾燥する、うわ、本当に目がやばい、しょぼしょぼ。本当に雨多くない？雨が多すぎてもう雨みたいな、雨すぎる。うん、ありがとう。レイね、かわいいよやって。そう、貸し出し、貸し出し、中学の時は貸し出しパソコンがあって、高校はもう自分のパソコン、パソコンじゃない iPad があんねんけど、でも頑張れば iPad、 学校の iPad 全然自分のものやから、もう多分ロームは入れる気がする。どうなんだろう、ショールーム入れた方がいいんだ。そうです、こんばんは。え、来週からさらに暑くなるの、めー、マジ終わりじゃん、もう。親の全然あり、ありやけど、ありあり。でもなんかあの、なんて言えばいい、なんて、携帯の機種が違うからワンチャンなんか慣れへんかも、全然違うやん、なんか機種によって。そうだからめっちゃ暗かったり、あれいつもと顔違うみたいになってるかもしれん。でも何人かやってるよね、その誰か休憩でローモバしながら配信、見た見た、レイオとかやってた気がする。それはそれでおもろい、やばい。あ、そう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 。まあ一応ね、なんか機種のね会社は伏せるんですけど、一応、本当に一応。そう、目かゆい。そうなんです。そう、だから慣れないんだよね、あの多分めっちゃ分からんし。結構違うくないですか、やっぱ機種によって使い方とか見方とかやり方。あれとあれだろう、やばい。もうCで、なんとなんか一応ね
一応ね、本当に一応目かゆやばい、面白い。あ、こんばんは。あ、初見です、ありがとう。転生したら犬仙台なったけん、なんだっけそれ、アニメか。あ、バリバリ残業なおやって、応援コメント一言ください。え、なんやろう、夜ご飯食べてないと思うから、まだ。じゃあ夜ご飯楽しみに。なんかリチャが作るみたいやん。違う違う、夜ご飯を楽しみに頑張ってね。ちょっと意味わからんけど、はーい、わーい。トゥ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 、目がやばい、しょぼしょぼする。あ、こんばんは、ありがとう。ちょっと待って、お腹減ったので帰りたくなりました。赤いやん。でもご飯食べてない。あ、いや、ちょっと待って、使ってるのに、母がねえのに使ってて、困ったら聞いてくるので。あ、そうなんや、逆パターンみたいな感じ。なんかさ、結構なんて言えばいい、若い子がそのリンゴ使ってて、全然違う話してるやん、もう。そうだから、ローモバする時とかも結構なんかやり方が違ったりするかなと思うんだよな、私。こんばんは。来週あたりついにレイちゃん先輩になる。え、そうだよね、私まだ一回も会えてないんだよね。一回も会ってません、もう何の情報も知らない。そうなんでね、楽しみですね。仲良くなれるかな。あ、ありがとう、たくさんのハート。そう、あのね、なんかさ、あのローマバってさ、開いてない時さ、なんかちょっと怖いやん、いつ攻撃されるか分からんからさ。だからさ、学校とかすっごい不利やん、学校行ってる間触られへんからさ、学校どうしようと思った時、あの電車乗ってた時を朝学校行く時、え、待って、どうしようと思って、ローマバ開けないじゃんみたいな。みんなさ、開ける状態やっぱあるじゃん、他のさ子たちは。もう、えと思って、もう本当に悲しかった。え、だってさ、朝の8時ぐらいからさ、昼の夕方の3時4時前ぐらいまで開けないってことだじゃん、携帯が。まずやばいよね、普通に。ん？なんか名前呼ばれた。え、やばい、本当にしょぼしょぼしてる。で、その白がこん、それが怖くてずっとバリア張ってたけど。そうなんですね、怖かった。ちょっと8時間、いや、え、待って、8時間のさ、携帯見れないとかやばいじゃん。ちょっと待って、ごめんなさい。ウィンクやばい、恥ずかしいです。一応恥ずかしがりやなんて。
すっぴん眉毛が見たかった。やばいんだけど。ちょっと丸封印してるんで今。みんなに眉毛ないって言われるから。うん、全部 NG だから一生ローマも開けないからって感じ。そうで学校行く前絶対にあの開ける朝。絶対開いてる。そう本当にね、学校禁止だからさ。そうなんですよね。ちょっとこんばんは。ごめんなさいね、こんな、こんなんで本当に。こんばんは。あ、ダメだよトイレとか。もうトイレはダメだよ。ほんと優等生だからさ、もう模範となる生徒なの私。もうだからほんとに何もしない。だってまだ学校で怒られたことないもん。あ、1年の時はあったよ。それはさ、やっぱ1年間過ごしてきて、1年間って長いやん。そうだから2年になってまだ1回も怒られてない。仕事中だけ食べてる。まあまあ大事、そういうのも、そういうのしてこそのな青春だから。やっぱ大人だっても青春を味わっているっていうのはすっごい素敵。そう、もうハーってなる生徒やからさ、もう本当に優等生なんですよ。本当になんかもうみんなそうね、やめていただきたい。全然やんちゃちゃうし、どちらかというとあの静かな、あの本当に教室で静かなタイプ。え、マジで本当にもう本当に、え、本当なんよ本当に。もう本当ちゃんと授業中はめっちゃノート取って、こうノート取って先生の目ずっと見つめて、休み時間は友達と教室でおしゃべりして、でまた授業が始まって、もうその繰り返し。もう本当に何にもしない。外にも遊びに行かないし、本当に何もしない。休み時間読書はやばい。それはしてないかも。友達話してる。一番後ろの端の席で窓の外を見てほしい。え、本当にね、一番端の席がいいんですけど、今本当中途半端な席で、前から3列目の左窓側のもう一個こっち、だから本当中途半端なんですよね。そうですよね。いや本当成績は聞かないでください、もう触れないでくださいね。それはお弁当も友達と食べてる。さすがに前向いて一人で食べない。そう、友達と食べてますね。休み時間も話してるから。劇場だといい席やばい。確かにすぐそう捉えちゃう。私も3列目って聞いて結構いい席やと思っちゃった。全然違う。何も学校ですよ。学校は後ろは後ろでいいんだから。そうなんだ、逆だからね。休み時間はカーテンにくるまってぐるぐるしてカーテン引きちぎってさ、あ、カーテンぐるぐるまで割ってる。一回やった、一回とか結構やってる。あの友達の席がそのカーテンの席なんだけど、だからこうやってカーテンをこうぐるぐるしたのあった。引きちぎってはないけどって感じ。そう、半分合ってたよ。そうなんです。痛い。あ、はじめまして。はじめまして、こんばんは。こんばんは。やばい。自宅周辺とて治安が悪いところでしたね。やばい、それ、その覚え方やばい。
もう忘れてください本当に忘れてください。レイちゃんの隣なら前でもいい。え、嬉しい。なんだそれ、なんかキュンってするやん。嬉しい。ちょっと待って、ダメだ、まだバイクさんが来た。ごめんなさい、ちょっと。そう、でも私のその学校で、あのローマ語やってる子がいるんだけどそう、まあ、ほんとびっくりなんですけど、ローマ語やってる子がいるんだよね。その子はあの私の席の右隣、右後ろなんですけど、その子はあのたまに学校で携帯禁止なんですよね。頑張って隠して下でローマ語やってました今日本当にローマ語やってた。そう、学校の友達ローマ語やってんねん。だから私のギルド入ってほしいなと思うんですけど、友達っていうかクラスメートなんでちょっと話しかけれなくて、まだ話したことがないんですよね、その方と。ちょっとだからなんかちょっとチキって話しかけられなくて。そう、やってたんですよ、クラスメートがローマ場を。びっくりしたよね。そう、何回か言ってたんですけど、やばくない？やばいんだけど、本当にびっくりした。でも本当話したことないから喋れなかった。結局無理でしたね。話してない話してない話したことない。ローマで青春しよう、やばい、めっちゃいい。それちょっと書こうかな、プロフィールにそう、本当見つけたっていうか、席が近いから、その右後ろの子がなんか友達に「ちょ何々今日帰ったらロードモバイルしようや」みたいに言い始めて、めっちゃでかかったんですよ声が。で近くにいたんで「えロードモバイル？」と思って「うっせやん！」と思って、そうで今日本当に確信がついてやってましたこうやってこうやってこうやってそう、本当に焦った、びっくりしたよね。あ、やっぱやってんじゃんみたいな、ちょっと遠くからこう遠目でこうやってそうなんでね、そうちょっと驚いたっていう話がちょっと前にあったんですけど、今日で確信がついたということで、よかったですね。はいやばい、本当に喋ったことがないから、ちょ名前もあやふやなんだよね。だから本当に分かんない、遠くからちょっとなんか横通った時に、なんかちょっとロードモバイルっぽいことをしてたので、もう一回横通ってこう見るのもなと思ったから、ちょっと離れてこうやってそう、いや声かけれない。だってさ、初めてのさ喋りがさ、え、ロードモバイルしてるのっておかしくない？そう、だからやめたそれからゲルダに入ってほしいなって思ってるんですけど、なかなか声をかけれなくて、ちょ皆さんも声かけてくださいよ、みんながやって。おかしいって、いやいやいや、おかしい本当に。話したことないし、名前もあやふやな方に一発目の言葉がロードモバイルはちょっとびっくり、ええってなるに面白い。本当にこのエピソードやばいと思う、普通に。どっかでもっとなんて言えばいいやろ、細かく話したいもんね。またなんか新情報あったら教えるわ、新情報あったら教えますあ、待って、もう9時だ、そうそう、ランキングもかな、ち
ょっと恥ずかしくてさ、普通に話しかけられなくて、本当にもう無理なんですよね。そう、ランキング読もうかな、いきます。さあ13位が安部ありがとう。そして12位が陽子ありがとう。そして11位が安則ありがとう。そして10位が大海ありがとう。9位がキングマンありがとう。そしてどこだっけ、8位りょうがありがとう。7位がゆうやありがとう。6位がカルちゃんありがとう。そして5位がアミリーありがとう、ハートアミリーハート。そして4位が野原しんのすけのすけありがとう。そして3位がマイマイありがとう。あ、ちょっとあだ名だよ。忘れた完全に。いつから始めたっけあだ名形式。ちょっと頑張って考えます。マイマイだから、かわいい、マープでありがとう。そして2位がツルだからツル。あかんがパクリになってしまうこれは。ツルピでありがとう。そして1位がゆけ。どうしよう、もうどうしよう。いや、やめとこう。ゆけっちでありがとう。ゆけっちやばい、ありがとう。みんなぜひ、皆さん、あとね、ロードモバイルのイベントが5日、あともう5日しかないんですけど、いや5日もある、まだ5日もあるので、ぜひ皆さんギルドにお越しください。嬉しいです。そしたらりーちゃんのホームに来てください。ありがとう、みんな楽しんでいこうね、最後までロードモバイル目指せ、白レベル15以上。ありがとう、みんな、じゃあねー。ありがとう。